8日から国民に外出の自粛、サラリーマンの人などには7割という要請をしています。そして飲食店で商売をされている方には夜8時以降は自粛をしてもらいたい、まあ、こういう要請を出しました。そして2月になって皆様ご存知のように新型コロナの関連で特措法が改定をされました。この中に当初は刑事罰といいまして、まあ、いわゆる経歴書に前科がつくような、まあ、そういうこの禁錮だとか、罰金刑、こういうものを当初自民党は予定していましたけれども、野党の強い反対でその部分は自民党は取り下げました。しかし過料といういわゆるこれは行政罰というものですが、これを改正案に追加をするという、もちろん日本共産党は反対をしました。そもそも感染症を抑えるためにも、また自粛を実行あるものにするためにも、国民の合意と納得、そして社会全体が協力をしていく、これが日本共産党の感染対策、自粛に対するきちんとした保障を行いながら協力を求める、それに対していわゆる行政罰の罰金をかけるということ、こんなことはやっちゃダメなんだということを強く主張したのが日本共産党であります。そういう最中に、彼は夜中の11時ですよ、お金の出るところは分かりません。しかし彼らは政党助成金をもらっています。1人当たり250円、年間で310億円、その半数近くを自民党はもらっているんです。こういう行為をやることに対して、日本共産党はまず議員の素質として、資格として的確でないということであります。同時に国民の目から見て、国会議員が国民に政府が自粛を求めながらも、自分はこっそりと夜自粛を破るという、まあ、こういう行為などは私たち有権者としても認めるわけにいきません。したがって自民党離党だけではなくて、速やかに直ちに議員を辞めるように、ぜひ皆さん声を出していこうではありませんか。皆さん、政治というのは変えることができます。その間、大企業の非正規労働者の人たち、こういう人たちは今年ようやく1月8日から大企業の非正規労働者についても休業になった場合にきちんとした保障が受けられる措置が取られました。ところがです、昨年4月7日の緊急事態宣言の中で、大企業の非正規労働者の人たちの休業に対する保障がないんです。ところが当時、中小企業に働く非正規労働者の保障がありました。これも年が明けた国会の中で日本共産党は追及をしました。そして、まあ、今日の時点で言いますと、昨年の4月に遡って給与の6割までは大企業の非正規の人たちにも保障するというところまで大きく前進をさせることができました。あとは中小企業の労働者は8割の保障ですから、6割から8割にして中小企業と同じように改善すべきだ。このことをぜひ引き続き皆さんと共に運動で進めていきたいと思います。そしてこの間も持続化給付金だとか家賃の支援給付金、学生の人たちに支援金なども出させることができました。しかしまだまだ不十分であります。皆さん、こういう政治は国民が声を上げれば変わるという実体験をいたしました。改めて日本共産党は来るべき総選挙は、現在の議員は10月21日が任期ですから、1ヶ月前には必ず選挙があります。9月の下旬ですね。
今の政局は分かりません。この間菅首相の長男、彼が総務省の官僚との接待、彼はする方ですね、そして接待されたのが総務省の官僚であります。今日のニュース見ますと、2人の官僚は異動になったそうでありますけれども、異動で済むわけではありません。いわゆる衛星通信などやっている長男が働いている会社と、それを所管する総務省の官僚が接待を受けたわけですから、国家公務員の倫理に違反をすることはもちろんであります。しかしそれだけではないと思います。こういった問題をはじめとして、菅政権は今コロナ対策でもようやくワクチンの接種が医療関係者から始まっていますけれども、この間の PCR 検査が極めて遅い問題、多くの人たちが日々不安を感じる中で、今回の政治と金にまつわる、そして松本純という、今は元自民党というふうになりますけれども、自民党を辞めただけで未だに国会議員に座るという、政治的にもとんでもないわけであります。ご声援ありがとうございます。皆さん今ご覧になったように、本当に国民の人たちが怒り、日本共産党のこの提案が多くの人たちの共感も得られると思います。そして皆さん、この地元であさって日曜日21日午後1時半から、松本純衆議院議員、直ちにやめろという国民の怒りの行進という、こういう企画が21日日曜日午後1時半からお隣の JR 新杉田駅の目の前に高層マンションがあります。そこのラビスタ広場というところで怒りの行進というデモンストレーションを行います。この取り組みは磯子区のさまざまな民主的な団体、年金者組合とか南部労連とか建設関係の組合、新富士、こういう人たちが呼びかけをして、そして皆さん、この間神奈川1区というのは立憲野党の人たちを当選させようという1区の会という会がありますが、それぞれ中区、磯子区、金沢区、1区の会という立憲野党を国会に送ろうという、そういう団体も協賛をして、あさって日曜日午後1時半から新杉田駅前のラビスタ広場で怒りの行進があります。これにもぜひ一人でも多くの皆さんの参加をお願いをしたいと思います。本当に今毎日毎日コロナの問題で心配をしながら、同時にこれほどまで景気が悪くなった、皆さんの実感ではないでしょうか。私は約40年間神奈川県庁に勤めながら、同時に労働組合運動でも職員、そして県民のためのいい仕事をしたい、こういう運動をしてまいりましたけれども、例えば労働者の今の生活実態、1997年ですから、今からもう24年前ですね。当時日本の労働者の賃金が一番のピークなんです。約四半世紀前ですね。それ以降労働者の実質賃金はマイナスです。当時に比べてマイナス 10% です。それに比べてアメリカやヨーロッパのドイツやフランス、イギリスなどは当時に比べて、25年前に比べて 1.2 倍から3倍なんです。いわゆる給料が2割3割上がってるんです。日本だけですよ、マイナス 10%。 こういう実態、結局は今大企業の溜め込み利益というのがあります。内部留保という言葉ご存知だと思いますが、今年も春闘がこれから始まりますけれども、毎年毎年この内部留保は
積み上げられてきました。総額は約500兆円です。国の予算が100兆円ちょっとですから、その5倍です。大企業はこれまでもバブル以降、多少のバブル崩壊後の景気の後退ありましたけれども、着実にこの内部留保を増やしています。そして株主への配当も年々増やしています。さらに役員の報酬です。これもこの間引き上がっているんです。結局はわずかながらの経済成長プラスになっていますけれども、その中で唯一へこんでいるマイナスなのが労働者の賃金です。また銀行の4分の1を占める65歳以上の人たち、年金も来年度です、6月から4月からの年金もらいますが、政府はもう 0.1% のマイナスも決めてるんです。この間の年金は物価が上がっても賃金が上がってもマクロスライドということで、必ず年金を引き下げる、こういう形で年金の制度改悪をしてきました。そのことによって年金で生活する人たちも本当に収入が目減りしながらも、一方で2年前には消費税が8から10% 上がりました。この4月消費税が導入されて31年経ちますけれども、例えば31年前の国の税収、そのうち消費税というのは年間でわずか 3.3 兆円だったんですが、今は20兆円も超えているんです。もちろん31年より前は消費税ありませんからゼロなんですが、その後31年間で22兆円近くまで税収が増えて、国の税収の3つの柱ご存知でしょうか。国税、三税と言われてますが、以前は所得税と法人税ですね、これが中心だったのが、今では消費税が一番の収入の稼ぎ頭といいますか、国の税収のトップなんです。結局庶民への増税をしながら大企業に対する減税をさまざまな形でやってきました。所得税も高額所得者への減税をやってきたんですね。このことによって今の国の税収が歪んで消費税がトップになる、こういう数字を聞けば今の国民や労働者の暮らしが大変だというのはよくわかると思います。日本共産党は経済政策でも、いわゆる大企業に対しては応分の負担をしてもらう税収の確保の問題、そして高額所得者にも累進課税ということで、収入に応じて税率も上げていく。消費税は当面はです、日本共産党は 5% の減税、本来消費税はなかったものなんです。こういうものに頼らない税収に変えていく、このことを主張しているところであります。同時に今の労働者の懐を温めるためには、何といっても働く条件の改善です。労働者の約4割が非正規労働者になりました。これもこの間の約40年間にわたって行われてきた、いわゆる新自由主義という、こういう考え方のもとで、いわゆる弱肉強食、金持ちはますます豊かになる、大企業はますます利益を上げる、そのもとで中小企業はどん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 衰退をして、働く人たちも正規から非正規に置き換えさせられる、自分の希望ではないんです。そういう状況の中で働く人たちの収入も減ってきたわけです。年金の人たちも今言った通りであります。こういう状況の中で今のこの仕組みを変える、まず日本共産党は先ほどの税収面の改善の問題、そして働くなら正規という、そういう雇用関係を実現をしていきたいと思います。日本のように本来正規を希望している人が働けないような先進主義国、
そういう国はないんです。この働き方改革、もう一つは長時間過密労働、これも改善をしていく。そのことによって正規の労働者を増やさなきゃいけない、こういう改善もできると思います。私は神奈川県庁に40年いましたけれども、40年前の県庁の職員の定数は約1万3000人ぐらいいたんです。その後県立病院が民営化をされて、今現在では約8000人ですね、5000人近く減らされたんです。その大半は県立病院でありますけれども、しかし私が勤め始めた頃は県立の青少年センターというのが神奈川県内に10カ所近くありました。これも民間、あるいは失礼しました、県立の青少年会館は市町村に移譲されると、こういう事態で県の手から離れました。また福祉事務所、こういうものがありましたけれども、この福祉事務所も地域の行政センターの一部門に統合されました。独立した事務所からなくなったんです。その後保健所、土木事務所、県税事務所などがどん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 統合されて広域化され、全体に職員が大幅に削られました。これが新自由主義、役所の中では行革合理化であります。今横浜市でもコロナの感染拡大で一番大忙しなのは保健福祉局という、これはいわゆる市民の健康や感染対策、こういうものをやる部門ですけれども、1990年の前半に国が保健所法というのを改悪しました。そのことによって横浜市は今まで磯子区にあった磯子保健所、各区にありました18の保健所が1つしかないんです。横浜市の市役所の本局だけに1しかなくなりました。それ以外各区にあるのは保健福祉センターという、そこには以前あったように保健所の所長は法律で医者だというふうに決まっていました。これも今各区にはいません。さらに業務内容を見ても、幼児教育、乳幼児の検診だとか高齢者の検診だとか、さまざま行っていた業務が見直しをされて縮小されてきたんですね。こういうものをやはりコロナ禍の中できちんとした各区に保健所を作るべきだ、これが日本共産党の提案であります。いかがでしょうか。横浜市はこの4月からコロナのいわゆる予防接種を実施するということを2月先日発表いたしました。まだまだ中身がはっきりしてませんけれども、80歳以上から始まって5歳刻みに4月から順次段階的に予防接種をやる、そのやり方も集団接種ということで、もう場所は公表されてますが、隣の新杉田にあります磯子のスポーツセンター、そこで集団接種をやると、あとは市にコールセンター、市民の人たちが市役所に電話をして予約をするという、これも大変なことだと思います。370万の市民の人たちが一斉に市役所に電話するんです。一応80歳からという段階的にやるようになってますけれども、いずれにしても370万最大の都市で4月から順次高年齢層からやっていく、やり方も集団検診、そして身近な医療機関で検査をする、さらにもう一種類は介護施設で入所している方、これは施設でやるという3つの方法を先日記者発表しましたけれども、まだまだ市民の皆さんには十分伝わっていません。そしてまずこの予防接種、この在り方も皆さんと共に
解決しなければならないことがあると思うんです。日本共産党は先日、規制委員長が記者発表しましたけれども、この予防接種そのものはもちろん必要です。いわゆるコロナの感染拡大を抑えつつ、同時に新規の感染者を減らすためには予防接種が必要です。しかし短期間のこの予防接種開発によって本当にその安全性が確保されているのかどうか、これが市民の一番の心配なんです。この予防接種はもちろん義務ではありませんから、自分が希望すれば無料でやることができますけれども、市民の人たちが受けるかどうかの判断をする、判断材料をきちんと、大元は政府が国民に対してこれから行う予防接種というのは、これこれで安全なんだと、そういうことが明確に国民に伝えなければ、一人一人の国民が不安の中でどうしたらいいかわからないと、こういう実態だと思います。そして予防接種のやり方も、横浜市は80歳という高齢者から順次段階的に引き下げてやるという方法ですけれども、このやり方ややる場所についても皆さん様々な意見があると思います。先日お隣の日本共産党の宮地恵美議員から伺いましたけれども、今始まっている横浜市会でこの予防接種の問題も、市の保健福祉局はコロナの対応で忙しいから議会の質問も制限をしたいということが市当局から提案されて、最終的に日本共産党は反対しましたけれども、議会の質問の制限というのは本来行政から依頼をされるべきものではありません。あくまで行政と議会というのは独立した機関であります。議会、議員が直接議会を通じてさまざまな問題を解明するのは、それは議会の役割であります。議員の権利でもあります。それを市のコロナ対策で忙しいから質問の回数も質問の時間も制限する、こんなことを先日横浜市議会の中で議運という場で決めたそうでありますけれども、やはり今の議会の在り方も含めて皆さんご一緒にこのコロナ問題というのはさまざまな問題点をあぶり出したかと思います。議会の運営だけではありません。お金の使い道も、横浜市はカジノにうつつを抜かして、コロナ対策の予算は市独自の予算というのはほとんど計上されてないです。国から来た予算を横浜市が加工してさまざまな形で自治区に対する保証をしたり、PCR 検査などやっています。最大の横浜市の問題は独自の予算で PCR 検査をやらない、これは市の最大の問題点です。そして大元はやはり菅政権だと思います。菅政権はこれまで専門家の意見、日本共産党の提案を含めて、いわゆる病院だとか高齢者施設、ここは一度コロナが発生すればクラスターと言われている感染拡大をするんです。そういうところに対してこの間専門家や日本共産党は優先してそこの職員、そしてそこで生活している人たちを全額公費で PCR 検査を繰り返してやりなさい、これが日本共産党の提案でありますが、いまだに国はそういうことをやっていません。そういう中でこの間全国都道府県47のうち半数以上の県で、この神奈川県もそうですが、医療や高齢者施設の職員に限って県で独自に検査をやる、踏み出しました。全国で25の都道府県で独自の高齢者病院関係の職員への検査を始めた、あるいは始める計画というのは25に上りましたけれども、これも国がやらないから県が率先してやっているわけであります。横浜市もそういう意味では大阪市がすでに独自の PCR 検査をやっているわけでありますから、政令市としても
国待ちにならないで独自に市として先行してやるべきではないでしょうか。今日はこの問題、本当に皆様に報告すべき中身はたくさんありすぎて本当に時間がないほどであります。先ほど紹介をした松本純という国会議員、あるまじき行為をした松本議員の辞職問題から景気の問題、そしてコロナの対応の遅れの問題、横浜市の中でコロナで忙しいから議員の質問時間を制限するという、こういう議会制民主主義も成り立たないという、こういう事態も出ているわけであります。今日お配りのこんにちは蓮池幸雄です。これは毎週毎週横浜の市議団、日本共産党の市議団が市議団議会の様子を中心に皆さん方にお示しをしている情報であります。ぜひ今日お配りのニュースも予算の関係を中心に横浜市政の中身をご紹介しています。ぜひご覧いただきたいと思います。ちょっと一旦声出しはこれで止めたいと思います。